Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à Hello Indie. Hello everyone and welcome to our show Hello Indie and thank you for watching the show. 皆様、東京ゲームショー2024インディーゲーム特別番組 Hello Indie 世界のインディーゲーム TGS に大集合をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日司会進行を務めさせていただくイザベルと申します。どうぞよろしくお願いいたします。So hello again everyone, and I'll be the host for this show. And usually I'm hosting also the Sense of Wonder Night. And every year I'm so amazed by watching your creation, your genius. And thank you for joining the show today. And let's get started. And by the way, for the information, this program is basically delivered in Japanese. So if you need English subtitles, please go to the YouTube settings page and turn on the subtitles. Thank you for your cooperation and enjoy the show until the end.というわけで、ここからは日本語で紹介をさせていただきます。さて、この番組ハローインディ世界のインディーゲーム TGS に大集合は、東京ゲームショー2024でセレクテッドインディー80コーナーに特別に招待しているインディーゲームタイトルを81作品紹介する番組です。セレクテッドインディー80だけど、紹介するのは81ありますからね。そこついてきてくださいね。そしてこのセレクテッド80を初めて知った方、一体どんなことの、どういうことって思う方に紹介をいたします。個人のゲーム開発者や小規模ゲームスタジオなどを支援するために、東京ゲームショーに無料で出展できるようにするプロジェクトで、2014年から続いてきて、今年でなんと10年目になります。こちらにあるような応募条件をクリアしたインディー開発者たちが東京ゲームショーに出展しようと新作をエントリーしていただきました。その数、過去最多となる973の応募作品がありました。この中から81タイトルを選出しました。それがセレクテッドインディー80というわけです。このピラミッドの図のちょうど中心のところですね、10分の1の合格率という超難関を突破していますよ。その超難関を突破した81タイトルは、東京ゲームショーのインディーゲームコーナーに展示していますので、幕張の会場に訪れた時にはぜひ見てくださいね。それでこの一番上にある三角形の部分なんですが、これが今年のセレクテッドインディー80の頂点を決めるともいえるセンスオフワンダーナイトというピッチコンテストです。ここでファイナルが行われるわけなんです。そしてここに出演できる8作品のファイナリストは9月18日の東京ゲームショー公式番組で発表になりますので、そちらの方も楽しみにしてていてください。センスオフワンダーナイトの模様は、東京ゲームショー3日目9月28日土曜日の朝11時から公式番組でご覧いただけます。私も司会をしておりますので、ぜひ見てくださいね。さて、この番組はこの81作品を4つのグループに分けて紹介をしています。ご覧いただいているシャープ4は日本編として、この地域から選ばれた25作品を順番に紹介していきます。このほか欧州、アフリカ、中東編、アジア編、オセアニア、北中南米編と合わせて全部で4本の番組が公開されますので、旅気分を味わいながら楽しんでくださいね。それでは協賛いただいている企業をご紹介いたします。ソニーインタラクティブエンターテインメント、任天堂、講談社ゲームクリエイターズラボ、ハピネット、プレイズム、イギーインディーゲームインキュベーター、エルザジャパンの各社にご協賛いただき、本企画を実現してまいります。さあ、本日番組を一緒に盛り上げていただくゲストの皆さんを紹介いたしましょう。まずは産経デジタルビジネスデザイン部次長、元 IGN ジャパン副編集長の今井慎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、日本編は一番多いので、すごく頑張っていきたいと思います。そうですよ、もうメインですからね、私たちの。はい、はい、よろしくお願いいたします。それからインディーゲームアンバサダーを3年連続務めていただいております、ポッキーさんです。はい、ポッキーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回日本編ということで、ちょっとコロナ禍からもポッキー賞のなんか候補になりそうなものを探しつつ、僕もインディーゲームファンとして楽しんでみていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
そうですね、ポッキー賞を授与するタイトルを選んでいただくんですけれども、東京ゲームショウの会期中にポッキーさんの YouTube チャンネルにて発表されますので、そちらの方もぜひお見逃しなく。そして最後になりますが、 IGDA 日本の名誉理事事務局長の小野健二さんです。はい、小野です、よろしくお願いします。この一次審査では、審査委員長も務めさせていただきました。改めまして、楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、小野さんは東京国際工科専門職大学の講師もやられていて、ゲーム教育ジャーナリストでもあられるので、また厳しくも面白い楽しいコメントを期待しておりますので、よろしくお願いいたします。改めて今井さん、ポッキーさん、小野さん、よろしくお願いします。それでは進めてまいりましょう。それでは早速ですが、セレクテッドインディー AT 作品を紹介するんですが、この動画では第4弾として日本編81タイトルの中から25作品を紹介します。まずはこのタイトルからいきましょう。 No.1 プリコラージュ Idolize from Japan。 Discover the truth about missing K-pop idol Senna by investigating her social media accounts and pre-collage idolize. Uncover clues in a dark and corrupt depth of the internet to locate her. ちょっとドキッとするようなコラージュだったんですけれども、はい、これ今井さんどういうゲームですか？はい、まあ、いわゆるインターネットストーカーをしてなるほど、ミステリーを明かすという話ですね。うんうんうん、疑似ブラウザーみたいなものを使ってやるゲームって結構インディーではよくあるんですけど、その中では、まあそのまあ、かなりその最近のポップカルチャー の、よく炎上したり、何かが映り込んでるからこいつはどこにいるんとか、そういうネット社会のいろいろな問題を取り入れているところがすごい興味深い作品ですね。そうですね、けどやっぱ可愛いですね、日本のテイストにこうやって一気になるとね。ポッキーさんいかがですか？そうですね、実際にこのゲームも配信とかでもすごいもう皆さんプレイしてて盛り上がってはいるんで、もうなんかもっとなんかなんていうんですか、話題になっていく作品なんだろうなと思いますね。あとはなんかそのやっぱアイドル的なも推し文化とゲームっていうのはなんか今後もなんかもっとこう融合していく作品が生まれてきそうだなって思うような作品でしたね。はい、確かにアイドルっていうともうなんか日本のイメージ強くなってくるんですけど、小野さんいかがですか？うん、多分これ今だから面白いゲームで、5年後10年後ってこんな SNS 使ってないよみたいなことになると思うんですよ。あ、まあ、だからこそ今を切り取ったいいタイトルかなと思います。ありました。はい、早速第1弾を見てきたんですけれども、次の作品に参りましょう。 No.2 Nightmare Operator from Japan。 Nightmare Operator is the thrilling action horror shooter in Haunted Tokyo Rooms. It merges survival horror shooting with fighting game mechanics and spectacle。すごいビジュアルがね、特徴的ですよね。なんというか 3D だけど、なんか敵がちょっとそのグリッジでなんか 2D っていうかなったりとか、まあ、あとそうですね、現代が舞台なんだけど、まあ、オカルトとかそういったものをテーマになってる。その女子高生とか出てくるとちょっとドキッとしますね。ポッキーさんいかがですか？なんか面白いですね、このなんか感じがこう出たりするなんか演出があったと思うんですけど、うん、なんかそれって結構もう見たことない演出ではあると思うんで、なんか日本らしさもあり、なんか和風ホラーの結構新しいジャンルとして、なんかまたこのこういうなんていうんですか、銃撃戦のホラーで和風っていうのは意外とまあなかったと思うんで、なんかジャンル的には新しいかなと思いますね。確かにホラーのテイストがすごい、日本のホラーの要素たっぷり入ってますけど、小野さんどうですか？うん、モーションがね、カクッカクッカクッってするじゃないですか、うんうんうん、カクッカクッっていう感じがすごいリミテッドアニメっぽくて、ちょっと気になりました。日本っぽい、日本っぽいですね。うん、分かりました、ありがとうございます。では次に参りましょう。 No.3 Fallen from Japan。 In the hard
Fallen is a psychic-themed third-person shooter adventure game. Escape your sealed facility using telekinesis and teleportation. なんかちょっと日本らしさから離れちゃった気がするんですけど、アメリカっぽさっていうか、いかがですか、小野さん。超能力を使って、いろいろ暴れ回りたいっていう、でもそのあの辺りはですね、なんかこう、分かる気がしますね。ポッキーさん、いかがですか。そうですね、なんか超能力を使った瞬間にこう世界が真っ白になった演出みたいなのはすごいなんかこうなんていうんですか、新しいなんか要素だなって思って、まあなんかどういったゲーム画面に今後なっていくのかはちょっと気になりますけど、今のところなんか物投げたりとかだと思うんで、もっとなんか超能力を使って世界を変えてなんかやるみたいなシーンをちょっとプレイしてみたいですね。なんか言われなかったら日本のゲームって分かんないよね。確かに、それはよなんか気持ち分かります。はい、ありがとうございました。さあ、次を見ていきましょう。 Number 4 Who Pizza from Japan? Who Pizza is a unique game that requires a hula hoop as your controller. Craft the biggest and most amazing pizza in the gaming world. フラフープのこの丸い感じとピザを一緒にした感じなんですかね、小野さん。まあそうですよね、こういうの好きですよね。いや、すごい審査でも盛り上がったんですけども、まあ、こういったヘンテコデバイス系のゲームっていうのはまさにこうインディーゲームの展示会ならではだと思うんですよね。 Steam で絶対販売できませんからね。あと個人的には僕はね、なんだっけ、電子工作に目覚めたんですよ。なのでこのデバイスちょっと作り方を教えてもらって作りたいですね。これはやっぱゲームショーでぜひトライしてもらいたいゲームですよね、ポッキーさん。そうですね、なんかフラフープを回さなくてもなんか子供がこう上下に揺すってもなんかプレイしてる映像が流れてたんですけど、なんかそういったなんかフラフープができない子供でも遊べるっていうのはすごいなんかいいですよね。いろんな年齢層が遊べて、こういう体を使ったゲームって結構増えてるんですかね、今井さん。まあ増えてるって感じはしないんですけど、特に東京ゲームショーのインディーでは必ず何個かあって、センスオブワンダーナイトでもなんかやっぱりいっぱい出てくることがありますよね。ありました、なんか私の記憶はトイレットペーパーを使ったりとか、はいはい、はい、いろいろありましたね。はい、はい、面白いですね、ありがとうございます。はい、次に参りましょう。 Number 5 Rustil Eternal Vagrant's Castle 襲名のラスティル、とこしえの迷宮城、 From Japan。 Rustil's Mansion is an exciting roguelike action game where the frog darkness Rustil gains ability from hero souls in a vast enigmatic castle. Strengthen Rustil and conquer the top world. なんかやっぱ声のかけ方が日本のゲームならではな感じなんですけど、小野さんいかがですか。まあ、まさにそうですよね。まあなんかだからね、この好きな人が作ったんだろうなっていうのはすごい感じますよね。言われて作ったんじゃなくてね。やっぱりそういうのはすごくインディーならではかなと思います。今井さんいかがですか。そうですね、まあ分かりやすい剣撃スタイルのゲームですけど、まあ今っぽい要素としたらローグライク要素があって、毎回ダンジョンが違うっていうことになってるっていうところが、このゲームのちょっとした特徴になってます。お姉ちゃんに任せておきなさい。はい、ありがとうございます。それでは次に参りましょう。 Number 6 Last Standing from JapanLast Standing, turn your keyboard into a physical gaming device as you defeat enemies by banging on it. The more keys you press, the stronger your attacks become. ということはこれ何で遊ぶゲーム？キーボード。キーボードバン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 って叩いて遊ぶゲームだと思うんですけども、そのね、これ多分ね、キーボードによって、遊ばれ、簡単難しいが違うと思うんですよね、一体どんなキーボードで遊ぶと面白いのかって、遊びやすいのかっていうのは会場でちょっと知りたいです。あ、このキーボードかーって。そうですね、ちょっと特殊なキーボードかもしれないですよね。
ポッキーさんいかがですか。そうですね、キーボード押した数によってなんかモーションが変わったりとか攻撃力が変わったりするっぽいので、そこでどこまでその攻撃要素が変わるのかはすごい興味がありますね。同時押し対応しているあのゲーミングキーボードじゃないとそうですね、ダメですね。いやでもこれ逆にあのすごい高いキーボードあるじゃないですか、ゲーマー用のね、はいはい、あんなのでやりたくないですよね、壊しそうでどうなんだろう、まあ、そこまで激しく叩きつけなくても大丈夫です。えそうなんですか。いやまあ同時押しすればいい。なるほど、今日興奮するとね、いや、まあ、そうですよね、バンバンバンって出てるから確かに叩いてます、ね、まあ見た目はあの激しく叩いてる方が映えますね、うん、まあ、あとあのそのグラフィックアートスタイルが実はすごいこうね、あの特徴的ですよね、うん、確かに、はい、ありがとうございます。じゃあ次の作品を見ていきましょう。 Number 7 Time for Bed from Japan. In Mother's Nightmare, escape by completing the game and avoiding Mother's watchful eye. Hide in the bed when she approaches to stay safeタイムフォアベッドっていうことだから寝る時間だよっていうことなんですけど、これどういうゲームですか今井さん。まああの、うん、お母さんの目を盗んでゲームをするという、うん、子供の頃みんなやっただろうことを再現しているゲームで、ちょっともうホラーっぽくなってますけど、確かにその、まあ、ゲームボーイっぽい何かでやってますけど、それをやりながら後ろにいる見つからないように過数隠さなきゃいけないんですよ。わーやだこれはもう怖い目ですねいやでもすごい面白い発想ですよね。本当ですね。ゲーム内ゲームっていうジャンルはいくつかありましたけど、うん、それをあの人の目を結んでやるっていうのはちょっとやっぱ新しかったと思いますね。ポッキーさんどうですか、ホラー好きのこれ面白いですね、うん、なんかでもあのこう前でやってるゲームの面白さが結構その重要かなって思ってて、うん、でなんかすごいやり込んじゃうからもっとやりたいけど怖いからこう辺りを見渡すみたいな要素のそのなんていうんですか、そのこう差がすごい面白そうだなって思って、なんか実況映えはすごいしそうですね。確かにどっちに集中していればいいのかね、忙しいですね。分かりました、ありがとうございます。では次に参りましょう。 Number 8 Maron's Day マロンの日 from Japan. Play as a bunny in a Maron's Day, a retro adventure game. Explore, help animal friends, and avoid getting caught stealing carrots from the gardenいいですね、こういう平和なゲーム、うん、ポッキーさんいかがですか。可愛いですね、うん、もう可愛いゲームいいですねやっぱなんかシンプルそうですけど実際遊んでみるとどうなんですかね。結構シンプルなゲームじゃないですかね、うん、なんかマップによってだいぶステージの色が違うのがなんかこう意味があったりするのかなっていうなんか気になったりはしますけど、今井さんいかがですか。そうですね、まあ、完全にゲームボーイあのカラーで作ったっていう感じのゲームで、実際にゲームボーイで あの動くようにもう作ってるらしいですね。小野さん、こういうゲームは懐かしい感じ、ゲームボーイって書いてあるわけですよ、うん、つまりゲームボーイの実機で遊べるようになるはずなんですよ。あ、そうなんですね。そう、それはちょっと熱いですよね。うん、あとあのこのデベロッパーさんの前作がすごい良かったんですよ。アイアブスプリングっていう、まあ、その筋ではすごい有名なゲームなんですけども、あのストーリーがすごく、いい日常系のアドベンチャーゲームだったので、うん、まあ、どんなお話になるのかね、個人的に期待してます。はい、ありがとうございます。では次に参りましょう。 Number 9 Psycho Giantess Dating Scene from JapanSurvive with thumb-sized little people in Psycho's Desk Dweller. In this game, exploring their unique relationship. すごい巨大なサイコさんってことですか、これ。逆にあれなんですかね、主人公が縮んでるんですかね。あ、一寸法師じゃないですけど。なるほど。なんかそんな感じがするのはすごい面白い感じがしますが、でもこれホラーっぽいイメージもしますけど、どうなんですかね。ね、ポッキーさんどうですか。そうですね、ちょっとホラー要素もありそうな感じがしますよね。い
や、なんかあの、うん、ヤンデレ系というか、なんかそんなイメージもあってなんかあの、自分がちっちゃくなってでっかい女の子に、なんかこう養われたいというか、あの、っていうのはすごいこう願望としてわかるんですけども。わかるんですか。わかるわかる、なんかそういう風になりたい、紐願望みたいなけどこれどうやって遊んでるんですか。ノベルゲームって感じなのかな、うん、なんか選択肢選んでいくのかな、うん、まあなんかそういうところも含めて、うん、なんかこうちょっと気になりますね、どんな内容なんだろうっていうのはね、うん、デーティングシムっても書いてありますしね、はい、うん、気になりますね、うん、分かりました、ありがとうございます。では次に参りましょう。 Number 10 on the keyboard from Japan. Intuitively control the keyboard to transport the ball in this newfield manipulation game. Overcome obstacles for satisfying sense of achievement. はい、さっきはバンバンバンって叩くキーボードでした。今度はボール転がしてちょっと優しい感じですけど、小野さん、これどんなゲームですか？いやいや、まあ見たまんまなんですけど、あのこれはやっぱり一次審査の時も結構あの話題になりまして、あの審査員同士で、いやこの発想はなかったと、うん、いうふうなあの話がすごい出てましたよね。でまあ、そのコントローラー、変わったコントローラーを使ってコントローラードリブンのゲームデザインをするっていうのは、まあ、非常に王道なんですけども、やっぱりインディーゲームだと、まあ、変わったコントローラーを使うとスチームで売れないっていうやっぱ問題が出てくるわけですよ、まあ、そういう中で既存のキーボードをうまく使った新しい体験を生み出してるっていう点はやられたなと思いました。あ、なるほど、今井さんもやられたなって思いました。そうですね、この発想はかなり、うん、面白い発想ですね。でもやっぱりキーボードっていうのはゲームコントローラーではないんだけど、結構可能性はいろいろあって、いろんな遊び方があるんだなと思いましたね。確かに、分かりました、ありがとうございます。それでは次に参りましょう。 Number 11 Inverted Angel from JapanUnravel the kawaii future mystery with the mysterious girl who claimed to be your girlfriend. Delve into the branch storyline with the free input. かわいい女の子出てきましたけど、今井さん、これどんなゲームですか？これはいきなり女の子がインターホン越しに話しかけてきて、うん、そしてその話しかけてきた内容で自動的に会話が成立して、AI で会話が発展していくというゲームですね。で、一つのシナリオがはっきりエンディングがあるんじゃなくて分岐していく形の話らしいです。これちょっと恋愛系とかに発展するようなゲームになってますね。恋愛になればいいんですけど、うん、恋愛にならないことももちろんある知らない人なんで、うんうん、ストーカーかもしれない。あー、なるほどね。ポッキーさん、どうですか、こういうゲーム。そうですね、 AI でなんかこの映像と合わせなきゃいけないじゃないですか、うん、だから結構ほぼ無限に分岐していくって考えたときに、この映像と合わせる技術がすごいなって思って、ちょっとやっぱこの女の子がどういう動きをしていくのかがすごい気になるんで、ちょっとプレイしてみたいです ね。ちょっと時代の流れもすごい感じてくるような。小野さん、これ、うん、まあ、これはこれですごい面白いと思うんですけども、うんうん、まあ、一方でこの多分男の子向けのゲームだと思うんですよね、うんうん、出てくる、イケメンが出てくる女の子向けのゲームっていうのもどんな風になるのかなっていう風にちょっと、想像が湧いてしまって、はい、いろいろ妄想が膨らんでしまいました確かに第2弾は男の子になるかもしれないですよね、うん、はい、分かりました、ありがとうございます。では次に参りましょう。 Number 12 Stella Gate from Japan. Stella Gate is a puzzle action game using gates to connect different locations. Seamlessly linked, your task is to uncover what lies beyond the end.楽しくこうすごいアクティブにゲームができそうですけど、今井さん、いかがですか？そうですね、まあ、パズルアクションゲームってつながった場所同士がシームレスに移動できるっていう形になってて、ゲートをくぐると何かその新しい空間が分かれるようになっているようですね。なんかどん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 クリアしたくなるような、リズミカルなゲームですけど、ポッキーさん、いかがですか？そうですね、ゲートがなんかこれ毎回、うん、その出口は多分設置されたものだと思うんで、うん、なんか
そういう自分で置くタイプじゃないんだなっていうのは最初に思いましたね。まあだから開放はある程度決まってるんではないかなと思います。デートの中も見える若干演出があるのが、そうですね、個人的にすごい面白いなと思いました。ありがとうございます。それでは次に参りましょう。 Number 13 MEMO from Japan. In year 2176 Shin Japan, as a chosen agent, you must dive into the memories of deceased to prevent the terror. Wandering through the maze of memoriesCan you find the key to save the future? じゃあ結構記憶力が試されるゲームなんですか、今井さん。はい、ちょっとこのゲームの内容だけじゃちょっと分かりづらいんですけど、まあアドベンチャーゲームなんでしょうね。まあなんかこの結構その頑張って作ったこの環境の中を探索して、まあ、いろんな謎を解いていくという形ですけど、このアセットがかなり気合い入ってゼロから作ってるみたいな形ですね。いっぱいアセットを出てくるオブジェが日本っぽくていいですね。そうですね。小野さんどうですか。いや今画面出てますけれども、そのメモ取らせるっていうところがすごいですよね。あ、もう今時ですね、無理ですよそんなの、AAA のゲームだと、はい。まあ、だけどこういうゲーム好きだよね、実際にメモ取って遊んでみたいよねっていう人をターゲットにしてるっていう点ですごくインディーらしいなと思いますね。まあ、タイトルからしてメモなわけですね。はい、わかりました。というわけで、前半戦ご覧いただいたんですけれども、皆さんにですねこの中から一つずつ、お気に入りを、選んでいただいてコメントを聞きたいんですが、まず今井さん、どれが気になりました一番。そうですね、まあ、タイムフォーベッドですかね。タイムフォーベッドは、うん、まあ、動画では見たことあったんですけど、ぜひやってみたいし、なんかそのこっちの手元のゲームとその外のゲームがちゃんと、噛み合ってくるのかっていうところがポイントになるし、最終的にどんな経験が与えられるかっていうのは非常に気になるところですね。なんか子供だったら共感できる記憶、子供の時のなんかありそうな感じしますね。にしてもお母さんっていうか、ね、監視してるやつらが怖い確かに監視してるやつら、もしかしたらお母さんをこうイメージしてこんな風に来たらお母さんびっくりしちゃうとか。怖いです、ね、怖いですよね。はい、わかりました、ありがとうございました。ポッキーさんは。そうですね、僕は6番のキーボードの感じなんですけど、やっぱキーボードを多く押すことをなんか目的としてゲームをプレイしたことが今までなかったんで、これはちょっとやってみたいですし、なんか手元の映像とか、まあ、動画でいうと手元の映像とかがあってもそれもそれで面白いかなっていうようなゲームなんで、なんか配信とかで手元映すのもありだなって思って、結構あとこれ多分移動がもしかしたらできない、できないです。だからもう飛ぶ攻撃です移動だと思うので、はい、そこもちょっと新しいなって思って、僕は個人的にはこれをやってみたいし面白いですね、これが。ありがとうございます。じゃあ小野さん。はい、まあもう4番の、フーピザじゃないですかね。まあこういう風なヘンテコデバイス系の、ゲームってゲームイベントを遊園地に変えてしまう、そのような可能性も秘めてると思ってるんですね。まあ実際に でなおかつこれ本当にやると周りに当たったらちょっと怪我するなとか、いろんな配慮が必要だと思うんですよ。まあ、だけど東京ゲームショーのようなイベントで、しっかりと安全性を確保されている空間で遊べるっていうのは、まあ、すごくいいなっていうふうに改めて思いました。ずっと座ってばっかりじゃなくてね、たまには立って運動しながらっていうのいいですよね。はい、ありがとうございます。というわけで、前半戦見てまいりました。この後は後半戦に行きます。12作品を見ていきましょう。 Number 14 Red Rocket Defender 絶対ロケット防衛主義 From Japan。 Cold War era strategy game with base building. Defend the thought's satellite's construction site while striving for east-west unity by monitoring workers and eliminating traitors。
結構ドッカンドッカン来てますけど、これどういうゲームですか、今井さん。はい、なんか冷戦時代を、テーマにしたゲームで、そのロケットをいろんな敵が守るっていうリアルタイムストラテジーのようですね。で、まあ、なんかゲーム自体は非常に可愛らしいんですけど、設定が結構凝っていまして、うんうんその架空の共産主義国家が、その自分たちの思想を守るために戦っているという、結構深いですね。はい、うん、そうですね。ストーリー分かった上で遊ぶと面白そうですけど、ポッキーさんどうです、こういうテイスト。そうですね、めちゃめちゃいいですね、カラフルで。やっぱ、なんかすごい、その、ずっと結構動き続けて、避けたりしていくゲームだと思うんですけど、弾幕ゲームみたいな感じのゲームかつカラフルさって意外と新しいと思うし、なんか選ぶシーン、カード選ぶシーンもあったんで、そこでなんかいろいろこう新しく自分を強化できるのはすごい楽しそうだなって思いましたね。なんかデザインも特徴的な感じするんですけど、小野さんいかがですか。そうですね、やっぱカラーのクレヨンっぽい、ね、アートスタイルと、皮肉の効いたちょっと社会風刺的なテーマっていうのは、ミスマッチがすごくて面白いですね。実際の隣のどっかんどっかんミサイル飛んできてますからね今ね非常に今ならではの日本ならではのゲームかなっていう感じがしました。ありがとうございます。では次に参りましょう。 Number 15 Unlife Motion Learning Life Evolution from Japan. Guide the evolution of virtual life forms in the physical basic world. As a creator, manipulate natural process like heredity and natural selection to help life forms learn and evolve. まあ、ストーリーはあまりない感じだと思うんですけど、いわゆるゴッドゲームって生物の進化を模倣したシミュレーションゲームみたいですよね。で、架空の動物がどんどん増えてって進化してって、で、こうやって今なんか隕石落としてますけど、神の視点でこの環境にインタラクトできると。水ばっかに吸ったら水中の生物が生まれたりとか、非常に実験的なゲームで、こういうゲームってあまり日本人作らないんで、すごい珍しいですね。そうなんですね。小野さんもそう思いますか。はい、そう思いますね。ようやく出てきたかっていう感じですよね。ミロライトが昔スコアっていうゲームを作りましたけれども、それの進化系であり、それがインディーでできていて、多分これゲームエンジンとか使ってないとどうなんだろうって気がするんですよね。これどうやって作ったのっていうのを知りたいゲームでもあります。ポッキーさんも何か感じることありますか。そうですね、結構多分眺める系のゲームではあると思うんですけど、なんか出てくるキャラクターがすごいいろいろこう個性的で可愛いんで、なんかその動きを見てるだけでも楽しめそうで、あとなんかどんどん多分進化してこう、多分もしかしたらその自分だけのこういう子が生まれたりするのはすごい愛着が湧きそうで楽しそうですよね。そうですね、どんどん学習していって形になっていくっていう進化型ゲーム面白いですね。はい、ありがとうございました。では次に参りましょう。 Number 16 Detective Neko from Japan。 あなたですか。 A non-lethal mystery adventure where Neko and Zikumbo rookie detective unravel a case of seeing too muchUncover the contradiction between lies and truth in the suspect's eyes. 探偵ネコは不思議な目の力を持っている。なるほど、これは探偵ネコが相手が過去に見たものを解いていくっていう感じですか。見ることができる。オーソドックスに言えば事件ミステリーアドベンチャーゲームですけど、何にしろこのキャラクターデザインが魅力ですよね。相手の情報や自分への感情を見ることができる。ネコが主人公なんだけど、非常に探偵ネコは。この不思議な目の力と奇妙な相棒事件簿とともに捜査を進める。グラフィックも非常に綺麗で、アンリアルを使って作っていたと思いますが、一つ一つの決断がわずかに結果を変える。そうですね、なんか推理ゲームって結構事件の結末に難しくなりがちだと思うんですけど、なんかこれは意外とその誰も死なない推理ゲームの中でも、なんていうんですか、見えてしまうみたいな要素で、結構直感的に推理が解いていけそうなんで、なんか
苦手な方、推理ゲームが苦手な方でも楽しめそうな推理ゲームだなって思って、面白そうですね。事件があった時、分かりました、ありがとうございます。あなたが見たもの、はい、それでは次に参りましょう。 Number 17 Mirror of Terror from Japan。 A two player game inside the Mirror of Terror。 Take turns striking poses while the other imitates。 Earn points of synchronization。 Play with friends or family。 57点です。なんかポーズが結構ありますけど、小野さんこれ何してんですか、うん、よくわかんないですよね。いやいや、だからあの既存のゲームの文脈と、かけ離れすぎてるところがすごくて、これは果たして面白いのかという根源的な問いを、が議論になりました。でよくわかんないから、落とすべきではないだろうという、まあ、そういうふうなあの議論があったのをちょっと覚えてますね。確かに他のに比べるとインパクト的なっていうのは出てきますよね、今井さん。まあこれ基本的にはお互いの行動を一致させることが目的なんですよね、シンクロって出てるから。多分ポッキーさん遊んでみたいですか。遊んでみたいですね。これ端末とかはどこに置く想定なのかがめちゃめちゃ気になりますけど、まあ、多分キネクト系のゲームだと思うんですけどね、まあ、あの東京ゲームショウっていう場所だからこそ展示できるっていう意味ではすごく興味深いタイトルだと思います。確かに。あ、昔あったんですね。いや昔っても多分ね、だいぶ前です、ね、昔ですよ。昔すぎますよね。暗闇の前と中に立ってください。ね、わかりました。ありがとうございます。さ、次の作品に参りましょう。 Number 18 L Pass Only Elephants Can Unlock the Passcode。 ゾウパス、ゾウだけが解けるパスコード。 From Japan。 Playable on a single smartphone。 Simple controls but offers deep game play experience。 Play as an elephant who find a smartphone and use your finger to control its trunk。なんかお子様向けっぽくも見えるような絵のタッチですけど、うん、ポッキーさんこれどんな感じのゲームですか。そうですね、これなんか、うん、その、まあ、iPhone でプレイしたり、まあ、するスマホのアプリなんですけど、うん、なんか指の距離で結構その操作性が変わってきて、その中の操作するものが変わったりもするらしくて、なんか僕最初見た時にこれどういうゲームなんだろうって思ったんですけど、なんか絶対盛り上がるゲームではあるだろうなって思って、うん、なんかみんなと一緒にやったりとかちょっとした時間でできそうで、なんかすごい楽しいなって思ってこちらちょっと気になってます。これなんですか、このあゾウさんのなんか指輪みたいなのして、つけてもいいみたいな感じなのですかね。ゾウになりきる、うん、なるほど、ちょっと新しい流行りができそうですね。これ結構でもなんか、うん、本当にサクッと遊べるんで人気出そうな感じがすごいしますね。わかりました、ありがとうございます。はい、ゾウパスということで次に参りましょう。 Number 19 Planet Strike from Japan。 Experience zero gravity 3D billiards smashing plants towards black hole。 Dodge solar winds and asteroids startlingly guide plants using devices。 いいですね、宇宙好きの人はすごくなんか楽しめそうな、あのゲームですけど、いかがですかポッキーさん。これそうですね、これだから3次元のビリヤードみたいなことですもんね。なのでどうやってこうなんか距離感とかをつかむのかなっていうのは難しそうです、ね、気になりますけど難しそうですよね。あのブラックホールに入れればいいんですよね。そうですね、遠いですね。あ、そうなんですけど、これ普通に作るとつまんないんですよ。あの立体っていう平面上でビリヤードするんじゃなくて、立体っていう広さが空間性が入るとうまく狙ったり狙えなかったり、すごく凡庸なゲームになっちゃう気がします。まあだけどそれをどんな風に料理されてるのか、調整されてるのか、これ遊んでみないと分かんないタイプのゲームだと思うので期待はしてますね。これはちょっとゲームショーでぜひ体験してみたいですね。わかりました、ありがとうございます。はい、次に参りましょう。続いてはこちら Number 20 Commentator from Japan。
become a commentator in the social potential news visual novel commentator. Explore public opinion, manipulation, experience the changing world through news stories. コメンテーターということで、ずっとこうコメントしていく感じなんですか、今井さん。そうですね、テレビのコメンテーターになりきって、うん、今振られた会話に対して どの選択肢で答えるかを考えるという、言ってみればそれだけなんですけど、ほう、ただそれによって全然視聴者 の感情が変わるんですよ。うん、見てる側のね、見てる側の、うん、でそう、スポンサーがいるんで、スポンサーのご機嫌も取らなきゃいけないんで、そのバランスを取っていくっていう、あ、まあ、結構インタラクティブな要素がある、まあ、ビジュアルノベルですね。確かにこれはちょっとコミュニケーション能力を育てるのにいいゲームですかね。いや、まあ、そういうわけではないんですけど、何にしろここのコメンテーターって、まあ、うん、多分日本独特なところの文化もありまして、うんうん、その日本のなんかその独特のそのメディアと政治の問題とかをうまく扱ってるっていう意味では、非常にオリジナリティがあふれるゲームだと思いますね。確かに今ね、いろんなこと言っちゃうと後から何言われるか分からないとかね。そう、炎上したりするかもしれないし、うん、かといって無難なことばっかり言ったら人気が集まらないかもしれないし、うん、確かに。小野さんどうしてるんですか。まあ、マスゴミになれるゲームってことですよね、要するにね。はい、実はアメリカでヘッドライナーのオビニュースっていう、まあ、似たようなタイプのゲームがあって、うん、まあ、非常に面白かったんですよね。その影響をすごい受けてる感じもしますので、その差分みたいなものもちょっと気になりました。うんうん、まあ、このコメンテーターの顔がいいですよね。そう、日本的な雰囲気が、はい、ありがとうございます。はい、では次に参りましょう。Number 21, Death the Guitar from Japan. Death the Guitar is a pop and violent 2D platform action game where to play as the electric guitar seeking revenge. Use sound and electricity to defeat enemies and enjoy intense gameplay with the rich guitar sounds.これ主人公ギターですか、ポッキーさん。エレキギターの主人公らしくて、なんか当たり前のようにもう歩いてますけど、かわいい、かわいいけど怖いです。なんか演奏的な要素もあるんですけど、まあ、基本的にはそのギターをかき鳴らすのがアクションとしてはメインで、アンプがあるところはジャンプして結構ハードコア向けのゲームですよね。難易度高そうな気がしますけれども、うんうん、まあ、そのハードコアでグローな、ゲームで、なおかつ世界観が独特で、まあ、非常に高い、評価を得たゲームではありますよね。うん、でも1ステージ48秒とか意外と一瞬でクリアしていけそうなんで、慣れると早い、早そうですね。なんか、まあ、でも普通に考えてですね、ギターになるアクションゲームって企画書に書いて、通らないと思うんですよ。うんうん、まあ、だからこそというかね、本当に、インディーゲームならではの俺はこういうのが好きなんだっていうスピリッツをすごい感じるゲームかなと思います。わかりました、ありがとうございます。では次に参りましょう。 Number 22, 空と海の伝説 from JapanUnearth and mystifying stories in oceanic puzzle adventure. Solve innovative rock puzzles, make friends, and unlock powers to conquer the isles and sea and the sky. なんか絵のテイストが日本なのかどこなのかっていうちょっと不思議な感じになりましたけど、ちょっとフランスっぽくさもありますね。そうですね、いろいろ混ざってる感じが。僕は南国少年パプア君かと思いましたけども。あー懐かしい。でポッキーさんいかがですか。そうですね、やっぱなんかいいですね、ドット絵のこういう RPG ってなんかやっぱいいなって改めて思うようなゲームだなって思って、なんか本当にいろんなところを旅してみたいなって思うようなゲームですね。まあ、基本的にはパズル倉庫版みたいなパズルがメインだけど、そのパズルをやりながらすごいいろんなとこを回っていくという、うん、
なんかね見たことある絵だなって確かに一生思いますけど、はい、ありがとうございます。では次に参りましょう。 Number 23 Rap Ojisan from Japan。 Make puns and follow introduction in a hilarious rap game. Join a dancing uncle and have a blast with the intern timing puns。これは戦争ワンダーナイト の、 あの審査員の皆さんが好きそうですよね、小野さん。これはねすごいんですよ、うん、これもすごい。何がすごいって言ってですね、おじさんがラップしてるだけのようにしか見えないんですよ。そう、これどこをゲームにして遊ぶんですか。いやだからすごいわけですよ。もうよくわかんないんですけども、いやでもこれは本当にこういうゲームね、昔90年代の Mac で、まあ、いっぱいあったような気がするんですよね、うん、いつの間にかなくなっちゃった文化なんですけども、それが一周回って今出てきた感じがして、まあ、個人的にはすごく楽しみにしているゲームです。基本的にツッコミを入れるのはインタラクションらしいですよ。ポッキーさんどうですか、こういうゲーム遊んだことあります。そうですね、こういうゲーム、まあでも動画映えは確実にするんで、なんか配信者とかゲーム実況さんはすごいこのゲーム注目してると思いますね。なんかワンプレイもなんか短そうなんで、サクッと遊べそうなところがいいですね。ちょっと笑いそうでいいですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、では次に参りましょう。 Number 24 Cassette Boy from JapanExplore a Quantum-inspired puzzle adventure. Many played existence in a world where things disappear, where not observe it. Unravel mysteries in this captivating game. はい。またなんか色がモノトーンな感じでちょっと落ち着くゲームなんですけど、今井さんいかがですか？まあ、こちらもすでに高い評価を得ているゲームで、まあパズルアドベンチャーゲームですよね。あのまあこういうようなあの見下ろし型のゲームで、非常にあのグラフィックは基本的にはゲームボーイをすごいあのオマージュしてるんですけど、実際にはゲームボーイ時にはできないようなあの動きとかも全然して、ゲームボーイっぽいんだけど 3D でできているという。確かに。ポッキーさんいかがですか？そうですね、なんか、うん、視点を変えたら解けるパズルとかがあるのかなっていう、それって結構なんかこう個人的には好きなジャンルではあるんで、なんかああでもないこうでもないって言いながらずっとやってたいような、そういう作品ですね。小野さんやっぱゲームボーイとかね、こう時代をこうまた一緒に行ったり戻ったりするのってよく見ますよね。そうですね、うん、まあ、それにやっぱりドット絵ピクセルアートっていうね、うんうん、やっぱ古みないですよね、うんうん、あの世界的にもやっぱ人気ですけど、やっぱ日本のインディーの方はピクセルアート好きで、これもそんな優しい感じがしますね、うん、そうですね、はい、ありがとうございました。それでは次に参りましょう。 Number 25 Block World AI from JapanHoshihabito-kun, an AI in this RPG puzzle game, work together to solve puzzles, battle formidable bosses, and witness the AI learning and growth. パズルゲーム、ちょっと久しぶりに見た気がするんですけど、ポッキーさんいかがですか？これはすごいですね。パズルと AI って確かに今までその組み合わせなかったなって思って。これは左が自分なんですかね。パズル同士の戦いってことですかね。ボスもパズルとかなんですかね。パズルゲームは非常に評価するのが難しいんですよね。実際にやってみないとどこら辺があのうまくできてるかっていうところは、これはやっぱその AI っていうところがあって、 AI を鍛えるっていう意味ではやっぱ新しい要素が。小野さんもやっぱこの AI とパズルって気になります？まあそうですよね、うん、ただちょっとすごい難しそうな気がするんですよね、うん、まあ、なので、まあ、チュートリアルがどれだけ丁寧にできてるのかなっていうのは個人的に気になっています。
まあ、せっかくね遊び込めば面白いと思うんですよ。多分面白いと思うんですよ。ただ遊び込む前にやめちゃう可能性も出てくるので、そのあたりも含めてちょっと、体験してみたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、全ての作品をもう見ちゃったんですけれども、後半戦も終わって、皆さんに意見を聞きたいんですが、まずは今井さん、この中で一番気になったのどれですかね。はい、ちょっと急に振られてすぐ答えられないごめんなさい。一番気になったものはですね、それは難しいですね。難しいですね、うん、まあ、意外だったのはアンライフ、15番ですね、うんうん、まあそのまあ、日本の中でこういったゲームが出てくることは非常に珍しいので、まあ、完成度も高そうなので、うん、これがどう楽しめるもの、まあ、実際になんか結構ゲームとしての目的がはっきりとしてないところはあるので、なんか楽しみ方は人次第だと思うんですけど、まあ、こういうゲームを作ってる人がいるんだっていうことでちょっと驚きを持ちましたね。確かにどんどん進化していく感じがね、ポッキーさんはいかがですか。そうですね、やっぱり18番のゾウパズル、ゾウパズですかね。これはちょっとやっぱなんかちょっとボードゲーム感もあったりして、うんうん、なんかそのこうなんていうんですかね、ワイワイ遊べる系のゲームでも相当なんか1台のスマホなんで、多分こうなんていうんですか、協力プレイの感じもまたオンラインゲームとは違った感じがするんで、なんかすごい直感的な操作かつ協力っていうのは意外とこうインディーゲームの中でも新しいかなって思ってて、これは個人的に気になってますね。なんか指に何かつけてゲームやるっていうのはあんまり私見たことなかったんです。結構あるんですかね。いや、あれはですね、何がゾウなのか分かんないっていう鋭いツッコミがいろんなところから来たので、うん、まあ、ゾウなんですよっていうメタファーを、はい、入れたというふうに僕は理解しています。そういうこと。指がゾウだった。そうそう、まあ、でもこれは、ね、本当に面白いですよ。なんか画面に指をくっつけて遊ぶような気がするじゃないですか、はいはい、まあ、そうなんですけど、でも肝は画面から指を離させるところにあるんですよ、うんうん、だからすごい新鮮な体験があると思います。なるほどね。これもちょっと会場で友達と遊びたいっていう感じのゲームですけど、小野さんはどちらを選びますか。いや、もちろんあれでしょう、うん、やっぱこう23番のラップおじさんでしょうね。そうですね、いや、やっぱこれでしょうね、うんうん、なんかすごいザコザコ臭がしますよね。ザコザコって覚えてますか。ザコザコ、そうでしたね。スマートフォンを投げて、はい、体操させるゲームとかね。そうですね、うん、まあ、そういう風な、いや意外とねこういうゲームって海外にないんですよ、はい、あるようで、なんかもはやインディーらしい感じしますよね。自由でこう作れるっていう発想が、あと意外やっぱ間の取り方がすごいうまいんですよね、うん、だからクソってもらえちゃうっていう、まあ、そのあたりすごい適当に作ってるように見えてすごく丁寧に作ってるところが僕は好きですね。あ、深いですね、うん、適当に作ってるようで丁寧に作ってるっていうね、わかりました、ありがとうございます。はい、皆さんのいろいろ意見を聞いたんですけれども、そろそろ実は、番組の終了時間となってしまいました。あっという間でしたね。はい、はい、まあ、今回はね日本からのエントリーを見ていただいたんですけれども、皆さんも身近に感じたり好きな作品ありましたか。東京ゲームショーに展示するセレクテッドインディー80作品のうち今回は25作品を紹介したんですけれども、残り56タイトルがあるんですが、そちらは欧州、アフリカ、中東編、アジア編、オセアニア、北中南米編と3つに分けて他の番組で紹介してますので、そちらの方もぜひご覧ください。それからですね、東京ゲームショーの会場に行くと開発者の皆さんにも会えますし、まあ、今見た、ね、ゲームもプレイできますので、ぜひぜひ皆さんと触れ合ってください。皆さん遠くからわざわざ日本に来てくださっているので、ぜひネットワーク増やしたりね、この機会を見逃さないでください。皆さんもっとゲームが好きになると思います。はい、というわけで、これで無事終了するんですが、今井さん、ポッキーさん、小野さん、本当に改めてありがとうございました。ありがとうございました。秋葉原ベストセラースタジオからお送りいたしました。それではまたどこかでお会いしましょう。チャオ、アフワー、ありがとう。